先生、あなたは僕に何を与えてくれたでしょう。折口先生、あなたは先生と呼ばれるほどの器ではなかったでしょう。当たり前のことを当たり前にしただけ、資格を持っているのかも怪しいもんだ。おいおい堀口、今じゃ老いぼれくそじじいになってることでしょう。堀口先生、あなたの志は高かったことでしょう。堀口先生、けれども今じゃ流されっぱなしで無様なものでしょう。自分だけの利益に執着しただけ、大人だか子供だかも怪しいもんだ。おいおい堀口、今じゃ老いぼれクソじじいになってることでしょう。先生、あなたは僕をどう思っていたのでしょう。堀口先生、あなたは障害者のことをどう思っていたのでしょう。自己満足でことを済ましていただけ、健常者なのかも怪しいもんだ。堀口、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